エルサレムの聖キュリロスは4世紀の結出した神学者の一人、エルサレム主教。聖教会、カトリック教会、聖公会で聖人として崇敬される。ギリシャ教父に数えられ、カトリック教会では教会博士に数えられている。キュリロスは現代ギリシャ語からはキリロスと転写できる。日本聖教会では教会スラブ語再建音から言えエルサリムの聖。 キリル島と表記される。日本のカトリック教会では、エルサレムの聖チリロ、聖チリロ司教教会博士などと表記される。記憶日は3月18日、エルサレム教会のもとに教育を受け、エルサレムの地で苦行の生活を行っていたが、346年頃、司祭に助成された。その後、バレスティナカイサリアの司教はカキオスとアンテオキア教会のために、 聖メレティオスの希望を受け、前任者である聖、マクシモスを継いで350年には、エルサレム主教となった。このことをもってキュリロスは、当時起こっていたイタンアリウス派と戦うこととなる。キュリロスの主教位着座を希望していたカイサリアのアカキオスであったが、やがて、キュリロスと対立するようになった。エルサレム主教はすでに一座の主教として、他の主教たちよりも上位の尊敬を受けていたが、 アカキオスは自分に従うようキュリロスに要求した。このことには、アカキオスがアリウス派に神話的であり、同派に同調するようキュリロスに迫るという意味合いがあった。これに応じないキュリロスをアカキオスはエルサルム地方会議に訴え、一時キュリロスはアカキオスとその少数の同調者によって、教会裁判上の上訴も許されず追放された。 キュリロスが追放先のタルソで性暴が高まっていたことに焦ったアカキオスはキュリロスを主教裁判に訴えたが逆に359年のセレウキア教会会議でアカキオスが罷免されキュリロスはエルサレム主教に復位したしかしアリウス派であるコンスタンディヌーポリのエウドクシオスとアカキオスの結託により360年に再び流罪にされたユリアス帝が即位すると キュリロスは再び復位した。皇帝のユダヤ共有偶作やアリウス海外の様々な異端による紛上が起きる中、キュリロスはエルサレム教会における異端との論争や異端から教会に戻った人々を含めた教会の和睦に努めた。381年には第一コンスタンティノポリス公会議に参加している。386年平安のうちに英民。日本語訳された。 エルサレムのキリロスの著作としては、明治時代の日本正教会において全役が出版されており、国立国会図書館による近代デジタルライブラリーで、イエルサリムの大主教聖キリル全書として閲覧が可能となっている。平凡者による中世思想原点修正二世紀ギリシャ教父にも、宣例志願者のための悲劇教話の一部が収録されている。宣令をこれから受けるもの。 宣令を新しく受けた者に対する啓蒙の教えが、キュリロスの著述の内容となっている。この啓蒙の教えにおいては、定理の教え、式令の説明、いずれも重要な要素となっており、サクラメントについての教えも含まれている。生信女の語彙も著作に用いられている。アリウス派、サベリウス主義、アポリナリオス主義、クノーシス主義、ユダヤ教といった異端に対する論爆が著述に、 含まれるが、激烈な誤調はあまり見られないとされる。キュリロスの著述には4世紀の生態礼儀における犠牲の定理をはじめとする、当時の教会における礼拝をめぐる生活が示されているほか、信仰の内面における神秘に対する伝統的な沈黙という態度も示されているとされる。19世紀ロシア正教会のチェルニゴフ、大主教オフィラレートは、 キュリロスの式令における教えに示されている内容が現代に正教会で行われている方針令の内容と非常に近いと捉えられることをもって式令が当時と大きく異なるプロテスタントとローマカトリック教会に対する批判としての意義がキュリロスの教えにあると捉えている。ありがとうございます。